切らないで、手で手で切りてく、ねえ犬よいいでしょ。待って勇気に溶けなくちゃ、かけてはいけないの。付き合って半年になるけれど、ほんのちょっと距離感を感じてる。そう言えばデートもしてないな。会話になる前に喧嘩して恥じたいのに、だって昔なら朝までただただお話何度もしたじゃない。だって声だけ聞きたくて電話くれたじゃない。やってるけど楽しくてやってるわけないのです。そう言えば最近笑ってない。プリクラの二人はとても楽しそう、幸せそうね。Yeah.